はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。今日なんですけども、7月の23日木曜日になってます。で、ちょっとね、急なんですけども、謝罪というかですね、謝罪ですね、があります。動画のですね、コメント機能ですね、全ての方のコメントが即公開されないように、僕が承認しないと現れないように機能を使ってたんですけど、それ多分やり始めたのは7ヶ月前ぐらいですね。その間ですね、全くその、なんだろう、使いこなせてなかったんですよ。で、一切ですね、コメント確認できずに、今日見たらですね、大体270件超のコメントが溜まってまして、うわ、こんなにあると思って、で、一斉にバーッと今日目を通して、で、公開するものは公開するっていうふうにチェックしていきました。また、あの、ハートマークをしたりやっていきました。中にはですね、こう、まあ、なんだろう、あんまりね、僕自身も目にしたくないなっていうね、こう、人を小バカにしたようなコメントしてくる人がいるんで、そういうのはね、全部ね、削除するんですけど、まあ、要はアンチコメント対策というか、僕がね、ネガティブな気分になるようなコメントに対しては、シャットアウトできるようにそういった機能を使ってるんですけども、で、9割超ですかね、大体、もうほとんどの方がですね、僕がこう、頑張ろうって思うようなコメントくれる方なんですけども、そういったコメントに対して僕はね、全くこう、無反応だったのが7ヶ月間あってしまったことに対してね、謝罪いたします。申し訳ございませんでした。はい。今日見てもね、さらにこう、頑張ろうって気持ちになりましたんでね、今後とも、コメントしっかり毎日確認してまいりますので、よかったら今後ともぜひね、気が向いたら、コメントよろしくお願いいたします。はい。今日はね、この謝罪とご報告の動画になります。以上です。また明日から頑張ります。バイバイ。